こんにちは、マニアンヌです。今回は大人の日遊び、あれもこれもと手を出してしまいました。100均グッズを利用して燻製器を作ってみようと思います。ケーキの型とステンレスの鍋敷きです。なんかぴったりハマってしまいました。ステンレスのお皿にのせます。蓋はボウルです。熱源にもなるスモークチップを使います。これで完成ですが、熱くなるので蓋に取っ手をつけてみます。手持ちのフックがあったのでこれで行ってみます。まずガイドの穴を開けます。ここにフック専用のビスで留めます。はい、出来上がり。スモークウッドを乗せる台を作ります。アルミホイルを蛇腹に折るだけです。空気が入るよう割り箸を置きます。この上に乗せます。チーズとかウインナーとか何でも。蓋をして、あとは待つだけ。カマンベールが溶けて形が崩れてしまいました。プロセスチーズでやれば崩れませんが、味はカマンベールの方が好きなんですよね。まだまだスモークが持ちそうなので、ボイルしたイカを追加しました。一番美味しかったのはイカとチーズです。
次回また違う食材を試してみます。今度は七輪を使いこなせるようにチャレンジします。一度クッカーでご飯を炊いてみたかったので七輪で試してみます。うわ、炊けてる。逆さにして10分ほど蒸らします。ちょっと水が少なかったみたい、固めのご飯になってしまいました。おこげができています。今度は火鉢です。スーパーで980円のうなぎ、タレを洗い流して焼きます。粕汁とうなぎの晩ご飯。うなぎのタレをたっぷりかける派と、わさび醤油で食べる派です。思い出して以前作った柚子胡椒もつけてみました。やっぱり火鉢が一番使い勝手がいいです。家の中で使う火鉢の炭にはおがたんを使っています。煙も匂いもありません。ホームセンターによくある木炭は小さい破片になったものはガスにかけて火を起こすときに使っています。大きい木炭はパチパチはぜたり煙がもくもく出るので外の七輪で使っています。これは着火剤のついた炭、ホームセンターで見かけたので買ってみました。こんな風に場所で使い分けています。火起こしはいつもこれを使っています。炭は燃やしきらないで取っておきます。使わない鍋に入れて蓋をするので火は消えます。この消し炭を使うと次回あっという間に火がつくので 2,3 分で火がつき便利です。細かいのは灰をかぶせておけば消えます。いろいろやってみましたが、七輪と火鉢が安定して使いやすい気がします。この冬は暖かくて楽しい炭火生活の予定です。